が非常に高いんですよ。第50位はオワコン、オワコンです。オワコンです。じゃあ次のファーチェが俺の解読の暗号機の5までいかなかったらもうオワコンっていうね、そういうことなんですよ。このゲーム何やってて一番楽しいと思う、みんな。いや違うな、人それぞれだ。これは一概に言えないね。一芸に言えに、皆さん声聞こえずとも存在を感じる。やば、怖っ。みんな白黒です。うん、使って動作者をした。皆さん、高橋デンタセンテンス、スムスターも忍耐。消したアプリ、まだある。ひらがなです。まあそんな細かいことはね、どうでもいいんですよ。ちなみにフィリアスのフィリアはひらがなです。まあそんな細かいことどうでもいいんですよ。はい、オワコンです。はい、アスレのところ、祭司ってクソ強いからね。はい、ワープ、初手2つあるので、奇襲の白黒に対しても初手ワープ出して、ね、そこはいかようにでもチェイスできるので、まあ、オワコンってわかるでしょ。はい、最強である祭司が、ね、チェイスポジも悪くないんですよ。板2枚、あとあそこね、ちっちゃい船、窓もあるしね。はい。まあ、ワープもあるしね。まあ、純粋に1枚、2枚、3枚、4枚。はい。と、プラス窓。5個ぐらいの手札があるんですよ、最初。で、この、はい、暗号機の5までいかなかったって言いましたよね。はい、まあ、いかなかったらオワコンってことで、オワコンですね。はい、証明されました、オワコンです。はい、さらに次のオワコン、運要素、運ゲー。はい、最初こういう祭司で見つかってすぐ死にました。次に冒険家が締めたいです。祭司が飛べばそのまま見捨てれば、なんと次狙われるのはもう確実に冒険家。冒険家っていうキャラ、どういうキャラですか。はい、隠れないといけないキャラなんですよ。これがこんなに晒し出されてね、傭兵が救助しなければ冒険家次狙われるんですよ。だって締めてはいたもん。で、傭兵は救助行かないといけないんですよね。このような状態で救助に行ったら暗号機回るわけないですよね。はい、オワコン、オワコンですよ。で、余裕なので傭兵をダブルダウンさせるはまだしないか。で、俺がフォローに行くでしょ。俺がフォローに行くやん。傭兵はもうね、瀕死で、で、冒険が一人で解読、俺がフォローして俺も食らったら終わり。で、こいつクソ余裕だから今チャリンチャリンでね、必ず俺が食らうまでね、まあ、来るわけなんですよ。はい、オワコン。はい、最初も最初ですげえ遠く行くからね。これあの、みんなご存知の通り、野人のフォローってさ、なんか障害物の近く行ったりとかね、それはきついんだよねっていうことでね。で、さらにバツマの仕様もわからないこの最初、まあこのゲームオワコンですよね。はい、で、普通に空き地で倒れてくれたら、さっきのボール当たってそのままハンターが後ろにね、のけぞって救助成功ですよね。なのにあいつをわざわざなんか、ね、ちっちゃい樽のところ倒れてボールがそこに当たって特に何もないみたいな感じ。あ、オワコンですよね。オワコンでしょこのゲーム。冒険家の、あ、今ちょうどいい音した。ほら、冒険家の方角大体わかるので、そこに飛べばいいよね。なぜわかるのかな。それは指名手配ですよね。はい、オワコン。伝わった？わかった？はい、冒険家は見つかったらもう死ぬですよ。だって冒険家ってね、チェスキャラじゃないもん。隠れないといけないんだよ。じゃあなぜ場所バレたの？指名手配ですよね。はい、オワコン。で、指名手配どうやってつくの？運なんですよ。ね？球場キャラ、妖怪パッツマいるにもかかわらず、綺麗に冒険家に行く運なんですよ。はい、オワコン。冒険が倒れてるのは自分の遺産暗号機なんですよ。暗号機やれないんですよね。はい、オワコン。行ったんですけども、冒険家も半分超え、綺麗な半分超え、そして傭兵ダブルダウン。はい、オワコン。通販番組で行きそう。オワコンなんですよこれ。
冒険が本のページでそんなに掘ってないからあと、ね、2枚あるはずなんですよ。で彼は掘らずにイモらずにそのまま解読するんですよ。まあそれも分かるんですよ。なぜならファーチェが死ぬのが早かった。どんだけ頑張っても俺たちはね、まあ、どうせ勝ちは取れないってことで、まあ、適当にやればいいかっていう思いもね分かる。それは分かる。ほら先行きよってるじゃん。ほらラスト1台じゃん。そうでしょ。え全然先行きよじゃねえじゃん。もう上げてるじゃんあそこ。あんこいじまあオワコンなんですよこのゲーム。マジでオワコン、オワコン、マジオワコン。バチコーン、はいバチコーン。こいつの膝で見た、こいつの膝で見た、オワコン。はい、さらにハンターはなんかね、俺強えってことでなんか四釣りしようとしてるんで、はい、オワコン、はい、オワコン。こいつの力全然、こいつの力じゃないんですよね、この四釣りってさ。これ最初、祭司見つけてすぐ死んでね、あのちっちゃい船でさ、アスレですぐ死んで、祭司がね、まず、まあ、祭司がオワコンって言いたくはないよね。だってこれね、普通にこのゲームがオワコンなんですよね。はい、次行きましょう。あれだよ、バイトがあと5分やから、休憩室に、ね、戻ってグダグダしてタイムカードを切らない。アルバイトみたいな感じ。残念ながら俺30分もあるけど。早く逃げて、はい、この方角なのでビューンチチビューンチチ、はい、ビューンチチビューンチチ、はい。あもう猫終わったんで、はい、まっすぐ走ります。もう猫終わったので、なんか頑張って、あいつ頑張って飛び寄るけどね、うまくはないですね。ビュンチチビュンチチ、当たらないですね。まあ大丈夫でしょう。はい、怒り状態になると自分のそのスキルがねクールダウンがリセットされるんで、はい、全然もう使ってください。あ瞬間移動ですね、はい。危うくなったら、まあそれうんこしながら考えたんですよ。あこれリセットされるやんっていう、はい、まあ、万が一だったらもうリセットで、はい、の怒り状態でリセットしてドン。よろしく。まあ、こんだけやれば案はきついでしょう。もう引き分けほぼ、まあ、確定のような流れですね。義士も囚人も外にいるんで、こんだけ、ね、誰も無傷だったら義士も気持ちいいってなるよ。気持ちいい、解読気持ちいいわのび太さん。おい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 、囚人がこんなにチェイスしたらなんかさっき俺のチェイスが霞むじゃないか。まあでも即死したら困るわ。瞬間移動してすぐに囚人チェイス入ったからもうかなり持ってるな。うんこ強いな。うんこって何、うんこ、これこれうんこ打ち出してんの。さあ肝心なの傭兵の給料なんですよ。でもここはね意外と義士に行ってほしい。義士が行けばより安定する。うん、でもさらに安定を求めて傭兵は進む。義士はダブル解読してなかったです。義士は人形と一緒にずっと解読してたの。嘘でしょ。おいそれは嘘だと言ってくれよ。嘘だろ、嘘だろ。え、この1体はさすがに義士の本体が先にあげたんよね。終わりました、はい、オワコン。はい、もう勝ちはあんまり見えないですね、俺は現時点で。はい、僕はもう今見えないです、勝ちは。オワコンじゃねえ、このゲームはオワコンじゃねえ。
俺がいる限り。はい、すぐ詰めます。ボールもないのですぐ詰めて救助します。なぜならボールもないからね、近づく手段ないからさ。こうやって近づくによってこいつもね、なんかね、I'm scared me。 あ、怖い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 よ。何それ怖いよ。ブー、くっつきくっつきくっつき、俺の勝ち。はい、理論上傭兵ここにいる。いなかったね。義士おった、義士。やべえ、これ勝ったのも完全に俺じゃん。完全に俺やん、これ。このゲームはワコンじゃない。プレイする俺たちがどんだけ頑張るか、それにかかっている。そう。こんな判断できるの俺くらいだよ。新規増えねえよ。オワコン、オワコンだよこのゲーム。